からボタムチ降ってきたよ。今回はね、太あごゲルを上げていきたいと思います。風邪ひいてます。声が出ない。中身はこんなのが入っていました。最近太あごちゃんの体調が良くないのか、なんかすごい食が細くなってきちゃって痩せてきてるので、できるだけね、栄養価が高いのを上げていこうかなと思ってこういうのを買ってみました。食べてくれればいいんですけど。おー、しっかり食べてくれました。とりあえず安心ですね、これで。多分野菜が嫌いなんだなと思います。徐々にね、いろんなのを試しながら野菜をいっぱい食べさせないと、大きくなった時にデブになっちゃうから。今のうちはこういうのを食べてもらいましょう。まだまだ小さいからね、タンパク質はいっぱいあげても、太ったところで大きくなるからいいかなっていう。食べた。かわいい。もう喉痛いから黙ります。溜まったらもう食わなくなっちゃいました。最近本当に食遅いですね。困って食べさせます。食べなくなっちゃったので今回の動画を終わりにします。皆さんもよかったらあげてみてください。今回の動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。